こんばんは、どんびザむすめです。今回ですね、1月10日の公式生放送で発表がありました新キャラについてですね、性能を紹介していきたいと思います。で、早速ですがですね、まあ、こちら、ね、今フェスガチャ後半ということで、ね、ガチャゲンキャラがですね、4体実装されますということでね。で、こちらですね、まあ、1月12日金曜日ですね、明日のね、16時から、 ねえ、2024年1月25日の23時59分までとなっておりますんで、ね。ガチャね、回していきましょう。で、今回、フェスゲになってるのは、ね、死を退けるものかなシティマカーブルとベルシ、えー、木原ラカですね。この、真ん中お二人が、ね、最近あの、オリジナルストーリーでね、追加されたばっかなんですけども、ね、実装されてましたが、まあ、どうやらね、バトルキャラで、ね、 ね、実装されるようですね。はい。そして、期間限定キャラとしては、えー、バードウェイとトールがですね、2体アシストで追加されております。ということで、まあね、性能ですね、まあこれからね、まあ自分も結構初見ぐらいの気持ちで見ていくんですが、まあね、一緒にね、見ていきましょう。で、まあ気になる性能ね、これから紹介していきますんで、ね、最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは行きましょう。 まずですね、シティマーカーブルから紹介したいと思います。こちらですね、紫の上位属性のバトルキャラとなっております。ね。攻撃タイプは物理攻撃タイプで、攻撃方向は3方向ですね。いや、これね、紫物理って結構ね、弱かったんで、これ補強入り、ね、補強しに来たんかなっていうようなところですかね。そして、物攻がですね、15,454とめちゃくちゃ高いですね。そして、HP もね、まあ、2万近くあるし、機能も高いんで、 PVP でもね、強そうですね。さあ、スキル、必殺技、ね、見ていきましょう。こちらですね。温かな死神の力ですね。攻撃範囲内の敵にクリティカルが発生しやすい注意力の物理攻撃をした後に、自身の HP をですね、大回復して、味方のスキルチャージターンを2位短縮する。で、4ターンですね。これ多分自分もチャージするから、まあ、ベル君まではいかんけどね、めちゃくちゃスキルね、回りそうですね。 これが、まあ、回復ついてるんで、耐、ま、久、あ、力あるのかなって、ただ、クラスバトルとかの,この回復ダイヤだと、ね、大したことないんで、まあ、あれですが、まあ、普通の PVP でね、堅くしとけば、まあ、そこそこ、ね、耐久力あるんじゃないかなというのと、まあ、スキルチャージね、2ターンっていうところが、まあね、面白いことできるかなって、まあ、昔ね、シェリーとかにあのサンターメジャーハとかつけたりとか、いろいろやってたと思うんですけど、うん。 まあ、はまずのね、あの、スキルも強いんで、まあ、そういうところで短縮してね、あの、不屈とね、強化解除体制ね、張って、耐久するっていうのも、まあ、PVP でね、面白いかな。で、まあ、あと、欲を言えば、まあ、貫通系の攻撃があったら、まあ、なおよしっていうところですかね。はい。で、続いてですね、必殺技見ていきましょう。攻撃範囲内の時に、自身の HP が多いほど、とても威力が上昇する超特大の物理攻撃をし、 味方全体の HP を回復し1回分の復活代を2ターン封するということでまあこれ完全に PVP キャラですね、うん、でまあワンチャンその超特大で、ね、HP が多いほど、ね、これ初めてじゃない超特大の,の HP が多いほど威力がとてもでもとても大きくじゃないんだよなとても上昇するなんでね、うんまあ、それにしても超特大のまあ倍率持ちというところで、まあ、紫物理 ねえまあ結構強化入ってきたんじゃないかなと思いますはい神庵たちとどっちが出るかなさすがにこっちが出るかな神庵のやつで超属性にしてバフ盛りまくってどうかなさすがに超特大に勝てんかなうんで倍率上がるしねまあその辺もですねまあダメージね検証してみてください で、まあ、どっちかというと、まあ、PVP ね、頑張れ、頑張られてる方ですね。まあ、器用も高かったし、ね、腹痛、ね、つけられるんで、ね、これ強いかなと思います。これ、味方全体に対して多分、この腹痛つけるんで、ね、強いと思います。垣根みたいな感じだよね、フェスの。 で、洗剤見ていきましょう。おぉ、洗剤あれですね。もうこれ完全に置物としては生き残っていく感じですね。まあ洗剤1、2ともですね、まぁ、あ、紫系の、まあバトルのね、攻撃力ですね。上げるものになっております。というところですかね。まあこれ、黄色の洗剤もちょっと上げれるのが面白いよね。<laughs> ね、黄色紫仏降工,工場台。で、こっちはまあ紫のバトルですね。はい。ね。 こういうの昔からありましたっけ黄色紫の洗剤あげるやつってね。まあなかなかね、初心者の方とかだったらまあ全然使えるんじゃないかなと思いますね。そう、黄色にこいつ入れとくだけでもまあ多少ね、火力上がったりするのでね、よろしければ使ってみてください。 で続いてですね、木原花軍ですね、紹介していきたいと思います。こちらですね、黄色属性のバトルキャラとなっております。攻撃タイプは犬王攻撃タイプで、攻撃方向はね、正面と左の2方向となっております。ステータスね、見ていきましょう。HP がね、2万ですね。そして、器用が3570。まあ、そこそこもらってますね。そして、移行が結構高いですね。14700、800ぐらいですね。で、移動も高い。うん。まあ、これもなかなか耐久力あって、ね、 まあ、アタッカーなのかなはい。スキルね、見ていきましょう。な、これ、突式指向性 <laughs>、対人地雷って読むのなんか全然なんか呼び方違いそうなんだけど。正面と左右の敵に大、大力、<laughs> ええー、これ3方向ってことじゃん。正面と左右って。3方向で、大力の胃の攻撃して、自身の HP を最大 HP の50%減少し、 えー、3回分の不屈賞を2ターン付与するっていうこと。おお強いじゃん。ねこれ1とかで使えるじゃんね。うん。とか裏から出しても強そうだね。はい。まあ、耐久できるのか。えー、まあ、HP 下げてもね、別に不屈があればいいもんね。ちょっとクラスバトルとかだと微妙だけど。<laughs> まあ、でも言うてもう火力ご了承なんで、大したことないかもしれないですね。いや、これ面白いですね。 そして必殺技はですね。青いえー、青白い光の刃ですかね。攻撃範囲内の時に敵のステ,ータ、えー、ステータスアップ状態を解除して、HP 回復妨害と、えー、移動ダウン中ですね。3ターン付与して、自分、えー、自身の HP が少ないほど威力がとても上昇する特大力のイノコギクるということで、 うん、サンタのみこより全然使えんなっていうところが、まあ正直なところですかね。はい。<laughs> いや、スキル強いんだけどな。ねスキル面白いんだけど、に、ね2キルとかだったら全然使えると思うんだけど、もうね、ステータスアップ状態解除っていうところがなんか微妙だね。せっかくデバフ負けるのね。うん。あ、デバフ負けるからいいのか逆に。先打ちしてくれるのか。そう考えると悪くないのかな。 ただ、その倍率アップの条件が、ね、HP が少ないほどっていうところなので、まあね、不屈で耐えられるっていうのは最悪あるんですけど、うん。最初2ターンで倒したりしないといけないんで、うん、なんか微妙かなっていうところですかねで。とても大きくでもないんでね。はい、なんか本当フェスゲンキャラなのかっていう、まあ不屈がついてるっていうところで強いのかなと思うんですけど、 あとはまあ先打ちでデバフ入れられるっていうところぐらいかな。まあ黄色をサンタツッチーとか使えばいいしね。今ラスオーダと、誰使ってるっけラスオーダミコとダイアンとかあとはオチとかかな。あの全力で打つより、ね、家軍で殴った方が出るとか、そういうのがあれば、まあデバフのところでね、あればいいんですけど、うん。まあここも、まあなんかすぐ消えそうなね、感じのアタッカーですね。 フェスゲンっぽくないね。これはそこまでいらないんじゃないかな。ね潜在見ていきましょう。ああ、一応潜在なんだな。えー、潜在値が左方向攻撃強化台ですね。と前方攻撃強化中。そして移行向上ですね。台。で、このね、方向強化とか、括弧で書いてあるやつって、あのー、攻撃力がね、アップするんで、威力じゃないんですよね。 ここ何も書いてなかったらあの1.1倍出るんですけど、書いてあるんでそこまで上がんないかな。プラス系の中とかってあの、スキルレベル1で3ぐらいしか上がんないんでね。台もそこまでいかないんじゃないかな。5ぐらいかな。ね。で、潜在にね、黄色バトル異能攻撃大、台が2つああ、ノ能のところで言うと結構強いのかな、これね。うん。 はいはいはい。異能能力向上か。あだから防御と攻撃上げてさらに攻撃も上げるっていうところか。ああでもまあ黄色もね、異能ってオティヌスいるし、ね、八チいるし、垣根いるし、垣根とかより強いんかな。どうなんだろう。まあ置物としてもまあ、ありっちゃありなんですね、ここでね。はい ま、ただ、なんかね、アタッカーとしては、正直微妙なんで、これも PVP 向けかな。ね、スキルで、複数負けるんで。うん。で、殴りも強いんでね。ま、どっちかというと、2キルだったり、その、PVP で、ま、家具が活躍するんじゃないかなと思います。はい。で、続いてですね、トールを紹介していきたいと思います。こちらですね、黄色の上位属性ですね。アシストキャラになっております。待ち人来るトールですね。 で、HP がですね、1万5000、そして、器用が3000ですね。まあ、この辺、まあ、そこそこかなって感じですかね。で、ま、仏甲が高いですね。1万2500もらってますね。はい。で、防御が、ま、両方ですね、まあ、9000とか8000弱もらってるので、まあ、これも結構硬いですね。まあ、物理キャラと相性が良さそうですね。スキル見ていきましょう。敵や行動開始したときに、ペアキャラの、ペアキャラにですね、ダメージ1回分の、 おぉ、すげえ全能心としての力解放って、これあれじゃあの魔術と、なんだ、あの反射スペルインターセプトと、あのね、アクセラさんのベクトル反射かな。ベクトルを両方兼ね備えたやつですね。へえ。ー。を一旦付与して、えー、ブックアップ中と SP 獲得量アップ中を二ン付与する。二回のみ。これアクセラさんにいいんじゃない ねしかも魔術と科学両方反射できるし、これつけれるから、しかも強化状態もさ、ねブックアップ中と、SP 獲得量ついて、これ、ベクトルってさ、2個扱いになるのかな、全能心としての力解放になったら。さすがに1個かな。ねアクセラさんあの、強化状態のね, <laughs> ね、数に応じてダメージが上がる系だったし、まあ、相性いいんじゃないかな。 で、ちょうどね、あの、フレンダー、工場のね、フレンダー、どこで使うねんっていう話だったんですけど、で、まさに、ね、アクセラさん必殺で反射つけれなかったんで、まあ、こういうので、ね、あの、全力でぶん殴ってあげればいいのかなって。アクセラさんもね、結局、あの、解除先に打っちゃうんで、後から、後打ちする、なんか、アタッカーって、正直微妙なんですよ。なんで、なんか、レッサーとか、あの、誰だ、<laughs> あれ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 。 浴衣のサテンさんとかかなあの辺で、あの、バフ全力で持って、で、反射すれば、結構出るんじゃないね、この通る結構いいかもしんないですね。はい。また、移動不能とか欲しくなるよね。攻撃方向を減らしたりとかね。なんで、ま、その辺が、あの、手持ちのアシストとかでね、なんかうまいことできるといいですね。はい。まあ、あのフレンダー、意外とい,いいんじゃないか、これ。ね。 で、続いてね、えー、洗剤見ていきましょう。っこ工場中と、ね、洗剤にいいですね。集中工場までついてるよ。そして、器用工場ですね。はい。まあ、これ、栗出ますね。集中ついてるんで。<laughs> めちゃくちゃいいじゃん。え、アクセラさん、頑張ったら1000万ぐらい出ないかな。反射込みでね。これ全能心ずるいな。<laughs> 俺、行ったんだからほんと1キルで使えるね。うん。いやめっちゃいいじゃん、これ。 で敵行動開始、あ、敵行動開始時かしかもこれ。微妙だな、それ。ああ、でも別にいいのか。相手が殴ってくるときに、ベクトルつけるよね。ああ、でもあれか。SP 獲得量アップ中とかがなんかうまいこと使えるのか、この辺のバフとかね。あ、ダメじゃん。<laughs> ダメじゃん。敵行動開始時にバフもんのか。あーごめん。騙された、騙された。ただ反射はできる。うん。 だこの辺のバフの数とかが乗らんねえ。あ、ダメだ、ダメだ。これどっちかというとあれか、PVP の防衛ですね。ごめんなさい。なんか全然かん、あの、的外れなこと言って申し訳ないです。ちょっと訂正させてください。はい。この PVP キャラですね。はい。防衛で置いとくと強いんじゃないですかね。うん。はいと。で、最後ですね。バードで紹介していきたいと思います。 こちらですね。黄色属性のアシスケアですね。黄色ばっか出てきますね。ステータスね、見ていきましょう。HP が14000。そして、気温が3600ですね。はい。そして、こっちは、まあ、異能が高くて、まあ、防御力ですね。まあ、結構もらってますね。8000、7000ぐらいですね。スキル見ていきましょう。気まぐれの祝儀。これ。祝儀祝福祝儀かなお祝い。 ピアキャラを含む味方が必殺技を使用したとき、黄色属性の味方全体に、必殺技威力アップショートイコアップショーかな2ターン付与して、フィールドの、えー、黄色属性の味方の数に応じて、SP を上昇する2回のみということで、おおこれあれだね、あのー、最近、あのー、サンタステールかな <laughs> あの辺と近いかなうん。 でこれダイアンとかあの水着のオティヌスとかですね、まあ、その辺と相性良さそうですね SP 取れるし3必殺、ね、黄色いので打てるんじゃないでしょうかというところですかね三崎、はいまあ、チそしてオティヌスとか、まあ、ダイアン使ってで最後はみことでぶっぱなすっていう、ねまあ、そういうのが流行るんじゃないかなと思,思わせるまあそんな1枚ですかね 大小中大みたいな感じでなんか乗ってくれるといいねはいいやこのバード強いっすね強いっていうかまあわか,かるかな妹ちゃんあったでしょツッチ抜くでデバフ欲しいなあそしたら家具が効いてくんのかおーおおふ <laughs> んんいやいやいや あ、でもあれか、三崎地より家具使えばいいのか。ほぉ。最近どんな使ってたっけ黄色いのって。ラスオダ必殺打たせる。あ、ラスオダ必殺。ラスオダ必、もうみこと全力か、その編成って。したらラスオダか。 その水気を手抜いて、このバードウェイと家具に入れたりする方が出たりするとか、まあなんかそういうのがあればいいですね。うん。家具に妹ちゃんつけてね。で、このバドはあのラスオーダーにつけて、見事でぶっ放すみたいなね。まあそんなんで、まあいい感じにね、SP まで回収できれば、いい感じですかね。うん。まあツッチーとどっちが出るかなただツッチーの悪いところってステータスが低いよな。 あのデバフとバフ漏れて強いんですけど、うん。あなんかほんと、マイナーチェンジぐらいの <laughs> 感じかもしんないですけど、家具が使えるようになるそう、ツッチー抜いてこのバード入れるとかね。まあ、キャラボンにしてもサンタツッチーも多分20%ぐらいもらってるからそんな変わらんと思うんやけどな。SP 取れるんでね、このバード結構使い目かもしんないですね。 まあ今の編成にもね、まあラスオーダー入れて、ツッチ抜くとかかな。そうするとデバフね、抜けるんで、ちょっと弱くなるかなっていうような、ね、そんな感じがするので、あれ、妹ちゃんって、異貌バフ、異貌デバフついてたっけそしたらもうツッチいらんのやけど。うん。はい。まあなんかそんな感じですかね。<laughs> 先材見ていきましょう。移行工場中と SP 獲得量工場、そして集中工場、えー、越工場ですね。 このバード結構強そうですね。汎用性高そうですね。まあ、黄色属性のみですけど、ね、まあ、バフモールキャラってさ、ダイアンいるし、ね、水着オーティーいるし、ラスオダもいるんで、まあ、その3体どれかにつければ、まあ、いい感じにね、SP 取って3必殺回っていくんじゃないかなと思います。はい。で、今回ですね、まあ、4.5周年ね、フェスキャラ交換チケットですね。まあ、これが、ね、 デラックス福袋ガチャっていうのがあります。で、まあ、福袋のね、おまけとして、このフェスキャラクター交換チケットっていうのがね、もらえます。で、まあ、優勝限定ですね、2700で。これ10連もせんのかなはい。で、多分、チケットもついてくるかなだと思います。はい。<laughs> だからフェスチケット2枚もらえるんかな最大ね。うん。 でね、まあ、フェス、なんかね、今やってるあの、季節限定系のね、福袋よりは圧倒的にこっちの方がおすすめなので、ね、課金するならこっち課金してください。<laughs> はい。過去キャラとかに、ね、なかなかね、あのー、入手しづらいので、すり抜けでしかね、出ないので、あの、最近始められた方とかは、まあ、ね、これ、ね、2体交換がね、できるので、まあ、潜在キャラとかですね、あとは PVP 頑張ってる方だと、 まあ、姉ちチん撮ったりとか、ね。ズラ入ってるかな入ってたら撮ってほしいな、っていうところですかね。はい。まあ、そんなところです。そして、続いてですね。まあ、同時開催される、まあ、多分、レイドイベントですね。とある神社の、えー、プレイフォーバトルですね。レイドイベントがですね、開催されます。これね、確かね、あの、スクショ、ちょっと取り忘れたんですけど、黄色が、あのー、 ボスの色黄色だったと思うんで。なんで紫かななんで今回あのシティマカーブルとか追加されましたけど、ね。ね、アインズ使ったりとか、まあどうなんでしょうね。敵が科学か魔術かによるんですけど。うん。紫の、そして紫、紫物理なまあでもハマズラとかいるか、神ンとかいるか、シティマカーブルいるか。あ、れ紫物理より多分ね、 うーん、伊能の方が出そうだよなっていうところはあるんですけどね。はい。まあ、これもね、明日のね、1月12日のね、16時から開催されますんで、ね、しっかりやりましょうというところですかね。で、ここで、まあ、秋色のね、日差しからですね、マークスペースが、え初実装かなこの名前で言うとね。 そしてね、ステータスで、ね、見ていきましょう。紫なんですけども、まあ、HP1 万弱の寄与が2400です。まあ、で、そして、まあ、ぶっは9000弱、物防が7000ぐらいですね。まあ、配布なんでこんなものでしょうっていうところですかね。スキル見ていきましょう。タロットの魔術。敵行動終了時に、ペアキャラの、ペアキャラを含むいずれかの味方が半分以下の時ですね。ペアキャラの SP を10上昇させて、 紫系と黄色属性系の味方全体の弱体状態を回復し、ブックアップ中を三ン付与するですね。うん。まあこれも PVP とかですね。まあ昔だったレイドとか結構使えたんですけど、まああの、ハガレンカミアンとかとね、まあ似たような感じなのかな。弱体。あとはホカゼさんとかかな。うん。まあそれ、ホカゼさんのバフ版で、しかも属性限定されるやつかな。黄色紫っていうところで。 まあ、クラスバトルとかワンチャン使えんじゃねえぐらいかな。<laughs> PV、決戦対戦とかだとどうだろうね。特に紫なんてあの、ね、浜ラとか、ね、不屈で回復しちゃうし、アルベドとかつけると火ダメそもそも全然もらわないから <laughs>、発動しないまでもあるけど <laughs>、ね。 ま、性能自体はですね、あの、弱体回復とね、ブックアップ中と SP も取れるんで、まあ、全然強いかなと思いますね。配布にしては。はい。なんでしっかり取りましょう。で、潜在見ていきましょう。HP 向上中と判断力向上、そしてぶっこ向上ですね。まあ、イベントの配布キャラはこんな感じになります。で、最後ですね、もう一個、ね、また別の形でですね、キャラが実装されますと。で、こちらですね、劇場版。 エス,タエスタブライフですね。コラボ開催決定ということで、ね、1月13日からですね、ログインボーナスが始まりますということで、い、ね、やい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 や、またガチャ来るんかと。ね、でコラボみたいな。2月じゃなかったみたいなね。そういうふうに、ね、驚かれる方いらっしゃると思うんですけども、まあ、こちらのね、えー、インさんですね。これね、ログインボーナスであのかけら配布、ね、してくれるって言ってたんで、まあ あのログインすするだけでもらえますそこは、ね、安心してくださいそして、まあ、コラボと、ね、同時開催されるその記念特別ミッションっていうのをこなしていくと一応その星6まで、ね、突破できる、ね、あのかけらの数ですねもらえるっていうふうに生放送で、ね、おっしゃられたので、ね、レードイベントやりながらです、ね、もう毎日コツコツコ、ねまあ、このねコラボ特別ミッションです、ね、やっていきましょう。で エスタブライフって何ぞやっていうとこですね。まあ一応、公式生放送でこんな感じのね、紹介がありました。で、自分もね、全然知らなくて、なんかいろいろ調べたんですけど、なんかね、アニメとかもね、これとはまた別の作品ですけど、ね、やられてましたね、そのエスタブライフっていうので、なんかいろんなシリーズがあって、こ,これはなんかそのブラッディエスケープっていうやつらしいですね。で、これが今劇場で、 やってるみたいです。1月5日公開っていうところで。うん。で、これですね。まあ、谷口五郎さんですね。<laughs> が、まあ、監督やられてるよ,よーっていうところを、まあ、強くね、押されてましたね。まあ、コードギアスとか、えー、ワンピースフィルムデッドですね。あの、歌とかが出てきたやつですね。うん。まあ、どんな感じの作品なんだろうなっていうね。興味持たれた方は、まあ、いきなり映画見に行くのもなんかあれだから、 ね、なんかとあるの、ね、なんかす、ああ、でもストーリーとかねえよな、さすがに。<laughs> ミッションしかないもんね、本当にね。もうなんかここで行くかどうかじゃないこの、え、ギアス、ワンピースの監督がやってんのみたいな。原案とか脚本やってんのみたいな。でも私、大河内派とか言う人だったらあれかもしれないけど。<laughs> ねえ。 魔改造された東京舞台にな、ここはあれだね、結構、あれだね、で壮絶でちびのなみつどもへのえのー、戦いが幕を開けるということで、これなんかさ、作品によってなんか全然違いそうじゃないなんかね、絵柄とかもね、全然違ったよ、なんかあの、うん。この劇場版のやつはなんかすごい、なんかこう、なんだろうな、こう線、線が太いというか、なんていうかな。 なんかもう一個の方はなんか普通の,なんかあの美少女系のねなんかアニメみたいな全然テイストが違うんで <laughs> あの混乱してます <laughs> まあ気になる方はこの作品のこといろいろ調べてねまあ気に入ったら映画行けばいいんじゃないですかっていうところですかねはいでまあこれですね「逃がし屋のインデックス」っていうのがまあコラボのね配布キャラクターとしてえ登場します で、こちらですね、性能紹介していきますんで、ね、あと少しお付き合いください。で、こちらですね、赤の、えー、アシスキャラになっております。で、覚醒能力ついてますね。<laughs> HP が1万1000超えております。そして、器用が2400。で、えー、異攻撃力が1万超えてますね。1万1600というところで、結構高めです。スキル、<laughs> スキルね、見ていきましょう。フェータルラックですね。 行動開始時に、ペアキャラですね、に対して、イコアップ賞とクリティカル発生率アップ中ですね、付与した後に、クリティカル威力アップ賞を2ターン付与する2回のみということで、まあなんだろうな、正月見事とか、正月見事の、なんて言えばいいかな、あの、あれあれ、<laughs> このスバコラボでさ、いたじゃん、クリスみたいな感じやな。<laughs> うん。ペアキャラだけなんですけど、まあ正月見事みたいなね、 あの、とか、あの、ルリーとかですかね。ルリーに近いな、ルリーと、あの、なんだ、クリスが合体したような感じですかね。うん。で、これ、色関係ないんで、まあ、りかし使いやすいかなって、特にね、あの、PVP とかね、あの、全体にスキル打つキャラとかには、まあ、相性いいかなと思ってます。あの、ツッチとかね、いいんじゃないですか、あの、メイド、メイドじゃないし。 羊、えー、のね、土とか、まあ、その辺につけてあげると、全然いいのかなとは思うんですけどね。うん。まあ、ただ、あのね、レードとか組織戦線で言うと、ちょっとバフがね、自キャラのみっていうところが、まあ、少し弱いかなっていうところですかね。うん。まあ、ほんとこれ、リ発生中ってね、めちゃくちゃ、あの、リ出やすくなるんで、まあ、ここ、ポイント高いかなっていうところで、まあ、PVP でね、<laughs> あの、しっかりね、使ってみてください。 まあ、ルリーとかの節約になるんじゃないかな。うん。はい。続いてね、潜在能力見ていきましょう。イコ工場と、えー、あ集中力もついてますね。これいいですね。で、判断力、強工場。はい。素晴らしいかと思います。さすがインさん。<laughs> 引き目に言ってるかもしれない。はい <coughs>。でね、まあ、これでね、一応紹介はね、以上になるんですが、<coughs> うん。まあ、今回ですね、まあ、なかなかのね、 ボリュームがありました。で、ここでね、紹介しきれてないね、生放送のね、情報も、まあ、たくさんありますので、動画の概要欄にね、生放送のリンク貼っておきますんで、興味ある方はね、あの、流して、まあ、今回、キャラ性能以外のところですね、見ていただければね、いいかなと思います。で、あとね、正月のね、復刻とか、ね、その、機能改善系のところとかかな、とか、まあ、いろいろ紹介ありましたが、まあ、 復刻に関してはね、過去ね、動画出しておりますんで、まあ、特にね、出すつもりありませんが、まあ、こうね、まあ、正月のね、あの、かわいいインスタンとかが出てるんで、あの、ご要望がありましたら、あの、ね、また復刻ね、今のタイミングでの私のね、意見を、引く引かないのね、意見をね、述べさせていただきたいと思いますんで、ね、まあ、コメントいただければ、えー、考えます。はい。 でね、あと、まあ、これね、間に合うかどうか分かんないんだけど、今日の、えー、11時59分まで、えー、アンケートですね。机ニのアンケートですね、とある IF の、がありますんで、あれね確か答えると、石300個ぐらいはもらえるし、ね、せっかくいい機会なんで、ね、あのー、この動画見て間に合う方はですね、ぜひ駆け込んでみてください。で、最後ですね、またまとめいきたいと思います。で、まあ、この画面でいいかな。うん。 で、まあ今回ね、まあおすすめしていきたいのは、まあシティマ・カーブルかなそして、まああとはこのバドかなこの2体が、まあ組織戦線、そして、レイドっていうところに対しては、まあ活躍してくるかなで、この、家軍も、あのー、なんだろうな、デバフ抜けるんですよ、ツッチーの。うん。なので、 ラスオダにバドつけて、家具に、あのー、妹ちゃんとかかななんかつけて、うん。やってあげると、ちょっと上がったりすんのかなわ <laughs> かんないですけど、ただ、家具単体で見た時に、なんか洗剤もね、なんかそこまで2個持って、持ってたりとかじゃなかったんで、まあ最悪、 そこまで追わなくていいかなっていう風に個人的にはね思ってます。はい。で、まあ、この通るね、これは、あのー、PVP ですね。ガチ勢の方にはなんかすごく面白いんじゃないかなと、個人的にはね思います。まあ、あの、もちろんね、あのー、なんだろうな、強化会場とかでぶっ飛ばされるけど、<laughs> ね、うん。 まあなんかスキルとかと合わせてね、あの、浜ラとかにつけて裏から出すとか、まあそういうのでもね、面白いんじゃないかなと思いますんで、ね、ぜひお試しあれっていうところですかね。いや、これ強そうでしたね、PVP は。ただ、戦線目線で言うと、あの、バフがね、セラフと相性いいかなと思ったんだけど、敵行動開始時なんで必殺打った後なんですよね。そこがもったいねえなと思いました。はい。まあその反射のね、ダメージは上がるんですけど、 強化状態の数に応じてダメージが上がる必殺技、ね、せっかく打つんで、なんかそこはもったいねえなと思っちゃいました。はい。なんで、どちらかというと、あの、狼メイドとかじゃないですけどね。うん。麦野と一緒に合わせて使うようなキャラですかね。まあ、そっちに、まあ、フレンダーつけて、ね、反射するっていう方が出るんじゃないかなと思います。はい。いや、でも、バフのバランス悪いかな。まあね、そこも、ね、いろいろ、 ね、実際組んで確認してみてください。まあ、フェス限ね、こんな感じですね。で、まあ、あと、ハイフアシストが、ね、まあ、今回、まあ、このマークスペースと、こちらですね。逃がし屋のインデックスさんですね。まあ、これがね、タダでもらえるんでね、しっかりゲットしていきましょう。で、最後ですね、まあ、あの、フェス限ですね。交換チケットっていうのが、まあ、えー、2700のね、優勝意思で、 えー、まあ、回しはね、もらえるんで、まあ、これね、かなりお得かなと思いますんで、とある iPhone 最近始めた方とかですね、とか、美化金で続けてきて、まあ、四突なんだよなとか、ね、もう少し六になるのにみたいな、そういう方に向けて、まあ、すごくおすすめのね、えー、チケットになっておりますんで、ね、この機会をぜひね、逃さず、えー、しっかりね、キャラゲットしていってください。はい、というところでね、今回ね、 すいません。ちょっと、むせちゃいました。というところでね、今回の、ね、動画以上にしたいと思います。この動画がね、参考になりましたら、高評価、チャンネル登録で、この番組ね、応援していただけると嬉しいです。で、またね、あの、YouTube のね、あの通知をオンにしていただいたりとか、えー、X フォローしていただいたりとか、また最近ですね、まあ、ツイキャス、そしてリアリティっていうですね、あの配信アプリもやっておりますんで、まあそちらもね、 え、遊びに来ていただけると大変嬉しいです。というところで、ね、お別れしたいと思います。ご視聴いただき、ありがとうございました。